皆さんこんにちは。現在協定会において盛り上げ役を引き受け、エンターテイメントを提供している西山貴弘選手。今回はそんな西山貴弘選手の経歴を説明しながら、ある事件や意外な一面についてご紹介していきます。西山貴弘選手は福岡支部に所属している選手で、級別は最高ランクである A1 級です。年齢的にもこれからが本領発揮という時期なので、まだまだ上のレベルを目指せる選手の一人であることは間違いありません。西山貴弘選手は福岡県北九州市で生まれ育ちました。西山貴弘選手の父親はタイの競艇好きだそうで、西山貴弘選手を連れて若松競艇場や福岡競艇場に行っていたそうです。その父親と小さい頃にお世話になっていた親戚からの進言が競艇選手を目指すきっかけになったと西山貴弘選手本人は語っています。そして帝王と呼ばれていた植木道彦選手の走りを実際に競艇場で見て、競艇選手になろうと決心したそうです。実は競艇養成学校への入所試験は内緒で受けていたとのことですが、なかなか合格できず苦しんでいる西山貴弘選手の姿を見て、お父さんは西山貴弘選手が本当に競艇選手を目指そうとしていることを察したとのことです。その後はお父さんの応援もあり、西山貴弘選手は4回目のチャレンジでついに合格、大和養成学校へ入学することになりました。西山貴弘選手の父親は納富秀明選手のことが大好きで、船券でだいぶ儲けさせてもらったおかげで西山貴弘選手のお産費用ができたと語っていたそうです。さすがに冗談だと思いますが、納富秀明選手が一押し選手であったことは間違いないでしょう。西山貴弘選手は2004年に大和養成学校に入学しますが、その時の教官がなんと父親の一押し選手である納富秀明さんだったのです。西山貴弘選手は納富秀明教官の教えによって今は現役の競艇選手として活躍できています。そして西山貴弘選手は2005年11月地元である若松競艇場でデビューを果たしました。デビュー節の成績は失格1回、3着4回、2着1回でした。これはデビューしたての新人としては考えられないほどの好成績です。実は競艇には正式なルールとして定められているわけではありませんが、デビューしてすぐの選手はどの艇であっても危険が伴うため6コースから進入しなければならないという暗黙のルールがあります。このような不利な状況で2着1回、3着4回に入るわけですから、西山貴弘選手のデビュー戦の成績は新人離れしたものであったと言えるでしょう。その1ヶ月後には初勝利を飾るなど、1年目としてはこれ以上ない滑り出しでしたが、翌年大きな試練に見舞われることになります。競艇という競技に限らず、スピード競技ではいかにスタートをうまく切るかがとても重要なのですが、デビュー当時の西山貴弘選手にはこのスタートに大きなムラがあるという欠点がありました。それでもフライングだけはしないようにと心がけていたのですが、デビューから5節目で初のフライング、さらに地元若松競艇場でも強い向かい風という悪条件からスタートがうまく合わず、2回目のフライングを喫し B2 級残留が決定した上に、60日間レースに出られなくなってしまったのです。そんなデビュー当時の西山貴弘選手の面倒をよく見ていたのが同じ福岡支部の先輩である川上武史選手です。西山貴弘選手には技術面など様々なアドバイスをするだけではなく、川上武史選手が遠征で地元を離れる際には当時の西山貴弘選手が食べるものに困らないよう10万円を置いていっていたそうです。技術面だけではなく生活面でも支えてくれた川上武史選手は今の西山貴弘選手を語る上で欠かすことのできない存在と言えるでしょう。フライング休み中レースに出れない西山貴弘選手に対して主に技術面でサポートしていたのがもう一人の師匠である原田富士夫選手です。原田富士夫選手はスタートが苦手な西山貴弘選手が落ち着いてレースができるようにと徹底的にターン技術を教え込みました。たとえスタートがうまく切れなかったとしても、他の選手より卓越したターン技術があれば出遅れを挽回できます。
この特訓のおかげで西山貴弘選手はスタートに失敗してもターンで相手を抜き去ることができるようになり、トップレーサーへの階段を一歩ずつ登ることができるようになりました。二人の師匠のサポートの甲斐もあって、以前とは比べ物にならないほど安定した成績を上げることができるようになった西山貴弘選手は、2008年に見事地元若松競艇場で初優勝を手にしました。その後2011年には A1 選手に昇格、名実ともにトップ選手の仲間入りを果たし、 G1 レースや SG レースでも西山貴弘選手の名前を見かける機会が多くなっていきました。毎年着実に好成績を上げていた西山貴弘選手ですが、2020年は自身最高の成績と言っても過言ではない年となりました。2020年は1月に鳴門競艇場で行われたレースで準パーフェクト優勝を決める順調な滑り出しで、その調子を維持し続けたまま全ての SG レースに出場します。7月には大村競艇場で自身初のパーフェクト優勝を達成し、徳山競艇場では初めて G1 レースで優勝するなど、絶好調ともいえる活躍ぶりで、賞金も過去最高額に達した結果、ついに年末のグランプリに出場する権利を手にしました。初のグランプリでは1戦目3着、2戦目1着と良い流れでセカンドステージに進出しますが、1レース目では何もさせてもらえず最下位になり、次のレースで負けると西山貴弘選手の敗退が決まるという崖っぷちの状況でした。2走目と3走目はくじ引きになるのですが、前走6位だったので2走目のくじ引きは一番最後という絶体絶命の状況に追い込まれます。ところがなんと前の5選手が誰も1号艇を引くことができず、結果西山貴弘選手が1号艇に。この強運を見事に生かしてイン逃げに成功、次のレースに望みをつなぐことができました。3走目は1着だったためくじ引きは一番最初になったのですが、ここで西山貴弘選手はまたも1号艇を引き当ててしまいます。そのあまりの強運ぶりに絶対王者である松井茂選手が、俺は23回出て1号艇を1回しか引いてないのに、お前は初出場でもう2回も引いたんかと思わず愚痴ってしまう場面もありました。2回目の強運もしっかりと生かして1着でゴールし、西山貴弘選手は初出場にして見事優勝決定戦にまで進出します。ファイナルでは峰竜太選手の圧巻の走りに屈してしまいましたが、それでも大躍進の2020年だったと言えるでしょう。そんな西山貴弘選手について検索してみると、ボラというワードが必ずと言っていいほど出てきます。ボラ事件が起きたのは2020年5月3日の福岡競艇のゴールデンウィーク開催3日目、11レース、1マークで前に出られず、道中は後方での争い、迎えた2周目のバックストレッチ、約 80km のスピードで直線を走っていた西山貴弘選手の正面にぶつかってきたのは水中から飛び出したボラ。過去にはボラとの衝突で気絶した選手もいるほどの危ないシーン、薄れゆく意識の中でフラフラになりながらも、なんとか3周を走り切って6着でゴールしました。しかし西山貴弘選手は脳震盪のダメージが大きく、そのまま途中棄権となりました。普通の人間ならトラウマになってもおかしくない出来事ですが、西山貴弘選手はボラ事件さえ笑いのネタにしてしまう定界のエンターテイナーアプリを発揮、インタビューではたびたびボラの被り物で笑わせ、イメージをすっかり定着させました。脳震盪にはなりましたが、それ以上の収穫だったのかもしれませんね。西山貴弘選手はノリと勢いというイメージが強いレーサーですが、裏では相当な努力家でもあります。過去のインタビューではこんなコメントも、レースのたびに結果と反省点をノートに記し、スタートの改善についても研究を続けている、コツコツと積み重ねてきた鍛錬の成果が花開き、SG タイトルも手の届く距離にまで近づいている状況、これからもどのような活躍を見せてくれるのか楽しみですね。いかがでしたか。今回は西山貴弘選手の経歴を説明しながら、ある事件や意外な一面についてご紹介しました。超一流のエンターテイナーである西山貴弘選手には、これからもさらなる活躍を期待したいと思います。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。